今回は恐竜の分類の一つ獣脚類について触れていきたいと思いますじゃあ獣脚類ってのは何なのかって話なんですけど獣脚類は恐竜の分類の一つ竜蛮類に含まれます竜蛮類の他の仲間って言うと大体こういう感じのやつがいるんですよまあこいつは重脚類じゃないけどねで重脚類は主に肉食のものが多いです中には植物食もいるけどまあ少数派なんですねじゃあ次は分類を見ていきたいと思います それはこちらなんですけどちっちゃくて見づらいですね今回はなんかざっくりした解説だけやっていきたいと思いますはじめは原始的な仲間ですまあ本当はこういう名前じゃないんですけど分かりやすくするためにこういう感じの名前でやっていきたいと思いますここにはダイモノサウルスやタワなど三畳紀の恐竜が含まれます続いてはコエロフィシスの仲間ですこの仲間は三畳紀の後半からジュラ紀前期にかけて広い範囲で繁栄していましたまたこの仲間に比較的近いとされていた キラトサウルスの仲間がいます。これはジュラ紀から白亜紀にかけて繁栄していました。続いてはカルノサウルス類です。これはジュラ紀から白亜紀にかけて生息していたグループで、この後紹介するコイルロサウルス類もカルノサウルス類に含まれます。最後はコイルロサウルス類です。この仲間はティラノサウルスから鳥まで色々な種類を含んでいます。大きい特徴は羽毛に覆われたものが多いってことですね。今回は恐竜の大まかな分類について増えてみました。 あの面白いと思った方はチャンネル登録とか。高評価もよろしくお願いします。それではバイバイ。